ははいこっちは入りて浜コーヒーの浜のです、えー、今日はですねこれからコーヒー屋を開業しようという方向けの内容になるんかなと思うんですがあのとある方からご質問をいただきまして、えー、これから開業をする方なんですけどもあの豆の販売まあ、喫茶をねやろうとしてるんですが豆の販売も知った方がいいですかというようなそういう質問でしてまああの まあ僕としてはできるんだったらねした方がいいんじゃないですかっていうようなねことをお答えしたんですがまあ豆の販売をするっていうと結構まあ大変ちゃ大変なんですよねそれをちゃんと本格的にねしていこうと思えばそれなりにいい場所も必要ですし焙煎機もねえ1 k ロだけじゃちょっとしんどいかなという気はします。ははいいでままそのの方もああめは少ない人まあ自分 だけまあ一人で初めはやってまあできるようになっある程度こうね売り上げが上がってきたらアルバイトを一人雇っていきたいなみたいなことを言ってたんですがまあここでですね豆の販売まあ,まあ喫茶と豆の販売というのがあったとしましてね喫茶と豆の販売いろいろ違いがあるんですけども例えばうんと利用のシーンということを考えると喫茶の方はどちらかというと あのまあ非日常を楽しみに来るっていう方が多いですよね。非日常。例えばちょっと自分へのご褒美にコーヒー飲みに行こうかとかね誰か友達とおしゃべりにするのにコーヒー屋に行こうかみたいな感じの利用のされ方が多いんじゃないかなというふうに思います。 うんまあ、普段、普段使いでね、来られる方も、まあ、あのうちはいるんですけどね、ほぼ,ほぼ,ほ,ぼほぼ毎日来られる方とかもいるんですが、まあ、そういう方は本当ごく一部で、えー、ほとんどの方はね、まあ、よく来る方でも、まあ、1ヶ月に1回とかね、まあ、2、3週間に1回ぐらい来る方もいるんですが、まあまあ、常連さんというぐらいの方でも、まあ、1ヶ月に1回ぐらいの感じじゃないかなというふうに思います。って言ってもね、まあ、言ったら、その非日常なんて他のお店もいっぱいありますし、 その中にハ、まあ、浜コーヒーもあるかもしれませんけどもうんとそんなにねまあ他,他にもいろいろ娯楽というかそういうものもありますから非日常を楽しむっていうことは他のね選択肢もあるわけですよね。でそれが豆、ね、豆の販売ととということになると、えー、と豆を持って帰ってて帰 ご自宅で飲みますよね、えー、それが朝食の朝食の時なのか、夕食の時なのか。まあの間のね。休憩の時なのかわかんないですが、それそれぞれの皆さんの生活の中にこう入っていけるような感じになるんですよね。なので、あのまあ普段買ってるようなね。例えばお米がなくなったから、ちょっとそろそろお米買いに行こうかな。みたいな。そんな感じの？ え、ね、一つにコーヒー豆というのがあって、あ、そろそろコーヒー豆なくなったからまた買いに行こうみたいな感じになってくれやすいというところがあります。ですので、喫茶に来る方と豆を買いに来る方って基本的にちょっと違うんですね。客層というか。えー、まあ中にはうちみたいに豆を 取り扱っているところで飲める場所があればちょっと一回飲んでみてから決めたいっていう方もいてますのでまあそういう方はね飲んでから豆を購入っていう方もえいらっしゃいますがあとは原価率がやっぱり違いますんでねえっとあとまあ原価率でいうとまあ当然というかコーヒーいっぱいあたりでね使う豆の量の方が少ないのでえまあちっちゃい焙煎機で焼いてえ飲食 喫茶用にね、用意しておくんであれば、そんなに大量にはいらないんですよね。豆の販売するとなると、やっぱり 100g。 単位とかまあ、200g 単位とかで売るようになると思いますんでそうなるとある程度売り上げを上げようと思ったらそれなりに大きな焙煎機が必要になってきますよねまあそれぐらいのちょっと何て言いますかね投資が始めは必要になってきたりしますけどもまあ、だから喫茶がメインでちょっと豆売りしたいっていうぐらいの程度でしたら1キロぐらいの焙煎機でも十分かなというふうに思いますがまあ、原価率の違いでね 例えばたくさん豆を売りたいと卸販売とかもしたいというのであればまあそこそこ大きな5キロとかね1 0キロクラスとかがあった方がいいかなというふうに思います、まあ、そういうところでまあ原価率と焙煎機の大きさっていうのもまあ変わってきますあと集客のしやすさというのがありますよね喫茶の方がどちらかというと集客はしやすいかなとこれは初期の段階においてはですね例えば コーヒー屋さんがオープンしましたって言ってねえ新しいお店が街にポーンとできましたでそこが豆の販売しかしていないお店だったとしたらちょっと入りにくいですよね始めえ一番初めに行く,行くっていう時にはやっぱりそこでコーヒーが飲める喫茶スペースがあるっていうふうになるとまあちょっと入りやすいかなという感じがありますんで豆の販売だけよりもまあ喫茶があった方が入りやすいのかなというふうにも思いますただあの長期的に見ると 先ほど言いましたようにやっぱりその豆の販売をしている方がその人の生活の中に入っていきやすくなりますんでライフタイムバリューとか言いますけどね要するにその一人のお客さんが一生涯にかけてそのお店にいくらぐらいのお金を落とすかと長期的に見た時に何回お客さんが来てくれるかみたいなそういう考えなんですけどもそういうことで言うと豆販売の方がライフタイムバリューは大きくなります。 1> 1人ののの方がそのお店に落ととす金額というのは大きくなります、まあそれはね非日常を楽しみに来られているお客さんっていうのは他にもこうねあの非日常を楽しみますからハマコーヒーだけにそのお店だけにねこうお金を落とすっていうわけではないので、まあ、トータルで見たらというかその その人の娯楽の金額がね、全部ここに来るなら、それはそれでね、ライフタイムバリューは大きいんですけども、やっぱりその辺はちょっとね、そうじゃなくなってくるんかなと思います。あとはネットの販売ができるかどうかっていうのも結構大きいですよね。お店を構えてて、飲食だけ、喫茶、喫茶のね、営業だけだったとしたらネット販売ができないので、まあネットで広告打つとか、あの、ツイッターとか、 Facebook とかでこう、いろいろね、新しいメニューの発信とかはできるんですが、そこで購入して何かをね、お届けするなんてことはできないので、基本的にお金を落としてもらおうと思ったら、 お客さんに足を運んでもらわないといけないというま、そういう,うまあそういうことですよね。それがまあ物販でしたら、ネットで注文していただいて、それを発送するっていうことで、まあ,あの売上を上げることも可能なので、まあネット販売ができるかできないかっていうのも結構大きいです。で、これはですね。僕が実際感じたあの体験したことなんですけども。はじめ全然お客さんが来なかった時期が結構あったんでね。 えとまあ、どうやったらお客さん来てくれるかなと思っていろいろ頑張ってた頑張ってたというかまあその時にあのそれこそ焙煎機の図面を書いたりしてたっていうこともあったんですけども、まあ、あの僕らはコーヒーの鮮度が大事なんだよっていうことを発信してましたので、まあ、そういうことに興味を持ってくれた雑誌とか、まあ、テレビ関係の方があの取材に来てくれたんですよね。でまあ、そういうい取材 を通して、て僕らがいいいろろ伝えていると、やっぱりメディアを通してこう知った人がたくさん来るようになったんですがそういう方っていうのはそれまでハマコーヒーのお客さんの客層とは全然違うまあいわゆる大衆というかね本当にたくさんの方が来てくれたんですがやっぱりその馴染みにくいというかねあのまあ合う合わないっていうのもあるわけですよね。やっぱりテレビで見たらななんかすごいおおしゃれなお店 だと思ってきたみたいな、そういう人もいたりして、まあ、うちはそのね、まあ、鮮度の重要性を伝えるために、コーヒーに砂糖ミルクは入れてほしくないので、まあ、ここで飲むコーヒーには砂糖ミルクを置いてませんっていうふうに、まあ、看板も掲げてやってるんですけども、まあ、そういうことについても、やっぱり、なんか違うわとかね、まあ、いろんなことを言うわけですよね、そういう方っていうのは。で、まあ、何よりも、その、本当にね、テレビに出た時は、 あの何回か出てるんですけどもえとその次の週の週末とかもう平日もそうなんですけども本当にもうこのちっちゃいお店にねもう行列ができるぐらいお客さんがぶわっと押し寄せましてねえもう電話も鳴りっぱなしでネットの注文も1日150件から200件ぐらいとかねもう本当来客者数も多分200人以上とか。 300人ぐらいおったんじゃないかなって一番ひどいっていうかね多い日はまあそれぐらい来たんですがもう当然というかそんなに対応しきれないのでこちらのスタッフもね3人とか4人でやってるんでえまあこちら側ももうピリピリしますしお客さんも待た,れ待たされてもなんかイライラしてるとかもうそういう状況になってしまいましてねやっぱり不満不満が溜まってくるわけですね何やこのお店はみたいな感じの。 風にまあ、不機嫌になって、ね、帰られる方もいたり怒って帰られる方もいたりしたんですがそういうふうになってしまうのもすごい残念ですし、まあ、そういう方のなんかね、えー、こう不満のはけ口っていうのはやっぱりこうネット上にいろいろ言ったり書いたりする方もいるんじゃないかなと、まあ、ちょっと直接あのそういうのを見たりしたわけじゃないんですけどもあの結構苦情の電話とかが来ましてねもうなんか本当それは。 ちょっっと大変だったんですが、まあ、そういうことがあったので、まあ、僕としてはあのいやその時そう,そ,うそういうことがあって、えー、とあもうちょっと客席数を増やそうとか、えー、もうちょっとこうね、えー、人員もスタッフを増やして対応しようとか、えー、焙煎の、ね、ちょっと量も焼けるようにいろいろシステムを見直そうとか、まあ、そこのその時にいろいろ 改善をしていったことで今があるっていうこともあるんですけども、まあ、やっぱりちょっとだいぶもかき回されたというか大変だったんでですよでその時に思ったのはああのお客さんが初めは来てほしかったんで来てほしいなと思ってたからテレビとかに出たんですけど、ね、テレビに出たらすごいドカーッと来たんで対応できないっていう状況になってあこういう風になるんだったらあのお店に100人 まあ例えばね100人来てほしいなって思ってたのをお店ではなくてネットに誘導しようというふうに思ったんですねそれまでもネットショップはやってたんですけどもそこまでちゃんとこう本格的にシステムとしてちゃんと起動稼働してたかというとえそこまでではなかったのでそこをちゃんと見直していってえっと今だったらまあ結構1日にねまあ そうです、ね、100件とか200件注文が来てもあの対応ができるぐらいのシステムにしました、えー、実際結構ねあの年末とかお盆前とか、まあ、そういう長期の、ね、休み前なんかは注文がドカッと重なったりするんですけども今の段階では特に増員とかせずとも、まあ、あの対応ができているというようなそういう状況ですのでね、まあ、ネット販売というのは本当にあの限られたスペースで事業をするにはまあ結構強い 強めとといいいいいた方がいいかなううふうに思いますあと客単価ですねこれはもう一人のお客さんがその時に落とす金額の大きさもやっぱりまあうちはねお酒とか置かないのでケーキとかクッキーとかしかないのでまあそういうことを考えるとコーヒー一杯と何かお菓子とか食べてもまあ1,000円いくかどうかみたいなね1,000円ぐらいですよね高くて、まあ、それがあの豆の販売の方でしたらまあ そうですね1 0 0ムだけっていう方もいますけども200とか300とか多い方だったら500600普通にね1週間に1回ぐらい買いに来られる方がいますんでまあ客単価的にも3,000円とか4,000円ぐらい、ね、落とされる方も い、えー、いらっしゃいますんで、まあ,あの豆販売の方が結構客単価も大きいかなというふうに思います。あとは立地による影響が大きいか小さいかでいうと、まあ、飲食の方をね喫茶店とかするんだったらやっぱり立地というのは重要かなと。その ね、通りに人,人がどれぐらい通るかとかね駅前駅から近いか遠いかとか、えーっとまあ、そういったところですよね商業施設の中なのかうん全然人が通らないとこなのかで全然違ってきますんでね、まあ、それによって全然その,あの家賃の、まあ、賃料も全然変わってきますからうーんまあそういったところですかねであの豆の販売でしたら、まあ、先ほども言いましたようにまあ 例えばネットを使うとか、えー、コーヒー豆を買いに来る方ってここにお店に取りに来る方も、えー、そこそこ遠くからいらっしゃるんですねここ城東区大阪市のね城東区という、えー、まあまあその人口密度の高い、えーまあ、町なんですけども、えー、下町というかね住宅街とかマンションも結構建ってきて子育て世代とかも多い、えー、区なんですが城、まあ、東区内から来られる方も多いですけどね。 上等区外から買いに来るでまあ、車をね前に横付けして、えー、豆を買ってスッと買えるっていう方も多いのでまあそんなに立地まあここはねその、うん、まあここの地域の人も来ていただけるんですがそれ以外のところから来るっていう方も多いのでまあ うんまあ、立地による影響はそんなに大きくないのかなというふうに思いますどこれはどうでしょうかね僕大阪市内なんでね、まあ、そこそこいいのかなというふうに思いますが、はい、あとは面積、えー、客席数による影響ということなんですがこれはね、えー、飲食喫茶するんだったら当然あの飲食客席数×回転数みたいなそんな考えでいけるわけですが当然客席数が。 回転数を上げたとしてもめっちゃ上げたとしてもそんなにあのねまあそもそも席数が少ないっていうのはちょっと不利かなというふうに思いますので例えばまあテイクアウトをしていくとかえまあそういうことでこうね回転数を速くするっていうようなことは考えられますけどもまあそんなところですかね。目の販売で言うととここねちょっと えこの後ろ今ね、焙煎機とか豆のストックの場所とかがありますが、まあそこそこ広くないとちょっと発想もね、あの大量に来たら大変だったりするんで、これも全く影響ないかというとそうではありませんが、そこそこね、スペースは必要なんですが、えー、っと、何て言いますかね、これはもう本当作業、作業場的な感じの場所になりますんで、そのいわゆる接客とお客さんが来るような客席のように、えー、っと、何て言うんですかね、その、まあ、 うーんと,、まあ、と整えていなくてもいいというかあのそこそこ作業ができるものが揃っていればいいので、まあ、ち,ょっとちょっとした作業スペースでも、まあ、その豆の、ね、発送作業梱包とかね発送するためにこういろいろ、えー、包んだりするようなそういう作業場所があればいいので、まあ、それについては、まあ、そこそこあった方が、まあ、大丈夫あのいいですけども絶対。 なん何石、ねえー、分ないとダメみたいなもんではないかなと思います。はい、あとは焙煎の回数も、えー、うちはまあ商品数が多いので結構1日15回ぐらいは焙煎します。なのでこれがばらけてくると こう,何台かまあうちは3大焙煎機があるんですけどもね3大を駆使してこう少量の焙煎機はあ焙煎は1キロの焙煎機で焼いてそれ以外のというかね1キロ以上の焙煎であれば5キロ動かしているというようなそんな状況なんですけどもねえまあ1台で回すとすると結構その焙煎の回数が増えると大変なので初めはもう少量の焙煎 じゃない少,少量じゃないな、その数をね、あんまり増やさないで、えー、始めるのがいいんじゃないかという風な話をしました。これ結構重要なところで、えー、と例えば豆の種類がね、えーまあ、少なくても、例えば3種類の定番の商品、うち3種類定番なんですね、プラスウィークリーというこの4種類で回してるんですけども、この4種類あれば、 まあうちはブレンドとかしないですけどもこのブレンドをこの4種類の中でこの組み合わせを変えることでいくつもブレンドが作れるんですねであとはまあうちは冷やしコーヒーっていうのを作ってますが冷やしコーヒーも深入りと中入りと、まあ、2つありますんで、まあ、夏場とかよく出る豆とあまり出ない豆があったりしますけどもよく出る豆はたくさん焼くとよくあまり出ない豆はそんなにこうね、えー、毎日大量に焼かなくてもいいので、まあ、そういうところでこの在庫管理をちゃんと することができるというところですかね。ですので、まあ、あの豆の販売は僕はまあ長期的に見たらやっておいた方がいいと思います。あの営業活動っていうのも集客ですね。先ほどあのその初期段階では飲食の方があまあ営業活動しやすい。 っていいう,うに言いましたこれもねずっと何か新しいメニューを開発したり、えー、まあ何て言ったらいいんですかねこうイベントをやり続けたりとか、うん、ねなんかし続けないといけないんですよね。これって結構まあ、それが得意な方はいいんですけども僕なんかそれがあんまり得,得意じゃなかったのであちょっと無理だったんですよね。まあ、そういういこととを考えるとまああののは喫茶の方が 早くてやりやりすいんですけどもそれを収益化して成長させていこうと思ったら結構大変なので、まあ、豆の販売もしつつどこかでその比率を豆の販売の方をこう上回っていくような感じにしていくとだいぶいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はあの喫茶と豆の販売、まあ、どっちが 優位みたいなことをちょっとお話をしましたけどもまあこれはもう本当僕の今の段階のねこれ浜コーヒーもそうしてますもともと喫茶でスタート喫茶プラスアルファぐらいの感じのね豆の販売はちょっとだけみたいな感じだったんですがそれを今こう逆転していってまあ喫茶はちょっとだけ豆の販売がまあメインみたいなそんな感じになっておりますがはいえっとまあこれからお店をする方もうすでにねされてる方 もまあ参考にしていただいたらいいかなというふうに思います。何はともあれですね、もうあの焙煎を自分でするということがもうこれ前提なんですね。えー、自分で焙煎をするっていうことでようやくそのコーヒーコーヒーとしてのねこう味が作られるわけなので、これをね誰か他の業者に丸投げなんてことをしていると、これコーヒー屋としてどうかなというふうにちょっと思うわけですよね。 えー、パン屋さんが自分のお店でパン基準も作らないみたいなのってありえないじゃないですか、えー、パンとはまたちょっと違うかもしれな,しれないですけどもやっぱりまあ自分のところでちゃんとこう焙煎をするということで味の管理鮮度の管理っていうのができるわけですよねなのでまあそういうふうに、まあ、これから焙煎をねしてみたいという方は是非ともあの浜コーヒーの焙煎機をね使っていただきたいなというふうに思います えー、今は1キロとこの、まあ、ちょっとこっち見えないですけど5キロタイプがありますけども、えーまあ、豆の販売をメインにされる方はぜひこの5キロをおすすめしております、えー、もし欲しいという方はハマコーヒーのホームページの方からポチッとしていただければなというふうに思いますはいということで今日はこういうお話をしましたがこれからもコーヒー屋を開業される方あとはまあ個人でね楽しまれる方にとってもまあ とってのとっても有益な情報をね発信していきたいと思いますのでまだチャンネル登録されてないという方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。はいということで今日もご視聴ありがとうございました。